今日のめぐり野菜はこの爽やかな大葉とエビを餃子の皮で巻いて作る手軽なエビしそ揚げ餃子です。入れてこなかった。お肉を使わないので結構手軽にできて、おつまみにもなるしおかずにもなるレシピです。先にエビを下処理していきますね。この殻付きの、今日はブラックタイガーですね。まず殻を剥きます。結構エビは下処理の仕方によってプリプリさとか臭みとかがだいぶ変わってくるので、下処理も今日はお見せします。尻尾残して、この体の部分の殻を剥きます。で、この爪楊枝なので背わたを取ります。背中の部分にキュッと入れて、あ、これないかな。あ、これなさそうですね。こうピュッてやるとピューって糸みたいな背わたが出てくるので、ある場合は取ってください。これすることで結構臭みが抜けるので結構大事ですね。今日揚げていくので、尻尾ここに水分が溜まってることが多いので、尻尾の先をカットして水分を出していきます。包丁の背で水分をしごき出すイメージで、そうすると汚れとかも取れて水分も抜けて油跳ね防止になります。はい、それでは次はエビの汚れを取っていきます。片栗粉大さじ2、塩小さじ1入れます。塩の浸透圧でエビから水分が出て汚れも一緒に出てくれます。で、その汚れが片栗粉について汚れが落ちて臭みが抜けていきます。そしてプリプリになっていきます。で、流水で洗い流していきます。はい、エビ洗って水気をよく拭き取りました。では包んでいきます。大判の餃子の皮に大葉、なんか似てますね、青じそ乗せます。次に先ほど下処理したエビを尻尾が飛び出るぐらいにの位置に合わせておきます。塩、粗挽き黒胡椒で、縁に水をつけます。で、巻いてこちら側を包んで、こんな感じでこれを揚げていきます。はい、それでは揚げ焼きしていきます。早い、 早い、はい、結構お好みで、今大葉とエビだけなんですけど、チーズ入れたりパクチー変えてみたり、いろいろアレンジできますね。表面がいい感じになってきました。で、揚げていきます。はい、こんな感じで揚げ焼きできました。お好みで塩振ったり、あとオーロラソースとかも合いますね。盛り付けていきます。